岩壁に接岸する船舶岩壁とは、港湾の不団における係流施設の一種、京船岩壁、あるいは京船岩とも、水域に対して壁状の構造をなしており、船舶が係流して人や貨物の積み下ろしができるようになっている。岩壁と同構造で水深が4.5メートル未満のものを、港湾では物上げ場といって区別するが、岩壁と物上げ場との間に、 本質的な際はないので、本校では、物上げ場も含めた、岩壁構造物について解説する。岩壁、物上げ場はその構造から、重力式岩壁、焼いた式岩壁、三橋式岩壁に区分される。重力式岩壁1、舗装2、中詰め砂スナ3、計算4、砂防シート5、裏込みステイシ6、基礎ステイシ7、地盤重力式は、 軽村セルラーブロック L 型ブロックなどの壁体を基礎ステイシの上に設置し、その重量によって安定性を保つ岩壁形式である。壁体の背後には裏込み石が置かれ、さらにその背後には土砂で埋められている。そのため重力式は波浪や船舶着岸時の衝撃への耐性が高く非常に堅固だが壁体を安定して設置するため地盤が軟弱で、 大水深の場所には適さず、地震に弱いのが欠点である。焼いた式岩壁1、舗装2、タイロッド3、裏込みステージ4、高焼いた5、控えくい6、松食い7、地盤焼いた式は、鋼焼いたを港底に打ち込み、その背後を土砂で満たす形式である。焼いたの安定を図るため、背後に固定設置したアンカーブロック等と焼いたの間を、 タイロットと呼ばれるロープで連結するのが一般的である。焼いた式は基礎を設置する必要がないため、短い期間で建設することができるが、耐久性に乏しいという欠点がある。三橋1、床板2、交換杭三、3、被覆石4、裏込み石5、基礎ステージ6、オケステサ7、地盤三橋式は、まず、鋼焼板でとど,どめを行い、その前面に皆底に打ち込んだ。 交換具位で支える三橋状の岩壁を設置する形式である。三橋が水域に向かって突き出るのに対し、三橋式岩壁は陸域に沿った形状を成している。三橋式は多形式と比べて岩壁自体の重量が軽いため軟弱な地盤に適している。岩壁の水深が大きくなるほど、喫水の深い、より大型の船舶を係留することができる。 総トン数が2000トンクラスの小さな船舶であれば、水深4.5メートル程度の岩壁に係留するのが通常であり、小船舶を大水深の岩壁に係留しても人や貨物の積み下ろしができない。港湾全体を見た場合、ほとんどの岩壁は水深10メートル程度までであるが、現代の国際物流で中心的な役割を担い、 線形大型化が著しいコンテナ船が着岸するコンテナ船用岸壁では推進12メートル以上が求められる。現在、アジア北米、欧州を結ぶ長距離機関航路に就航する大型コンテナ船が利用するコンテナ不当コンテナターミナルの岸壁推進は推進15から16メートル程度の規格が一般的である。日本でこの規格に適合する。 コンテナターミナルを有する港湾は、五大港、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、清水港、北九州港がある。ありがとうございます。